マリア・ダス・ネベスでブラガンサは、ポルトガルの廃王・ミゲル・一世とその妻である、レイ・コール・ベルト・ハイム・イコール・ローゼンベルク子女、アーデル・ハイトの間の長女。スペインのカルリスタ王位請求者にして、フランスのレジティミスト王位請求者、3、ハイメコー、アルフォンソ・カルロスの妻となった。スペイン5名は、マリア・デラス・ニエベス。亡命者の身の上である、 ミゲル一世夫妻の最初の子供として生まれ、弟のミゲルが生まれるまではミゲリスタ派のポルトガル王大使とされていた。1871年4月26日、クラインホイバッハで父の重帝にあたる三杯目子アルフォンソ・カルロスと結婚した。この結婚でマリアダス・ネベスはカルリスタ派のスペイン王妃にレジティミストのフランス王妃となった。 マリアダスネベスは1874年に男の子を出産したが、この息子は生まれて数時間後に亡くなった。三杯目公爵夫妻はこれ以後二度と子供に恵まれなかった。ありがとうございます。